毎度ご来店くださいましてありがとうございます。被災地のあなたの先生を次に進めるために少し時短グループは被災地沿岸で瓦礫を埋めた路上に宿泊し、津波から命を守り、森の防潮堤を埋めた東日本の飛行支援から瓦礫を埋めた新宿店に